かわいたちチャンネル。今日はもう文句なしのね、原宿通りからです。今回ですね、ゲストの方をお呼びしております。こちらの方です。どうもどうも、東京テイソンのたけるです。お願いします。よろしくお願いします。たけるくん来ましたね。よろしくお願いします。僕1回飯行ってんですよね。そうです、あの、ね、ラビットのロケ行かせていただいて、その後1回ご飯連れてっていただいて、それ以来ということでね。いや、ありがとうございます。なんか古着に最近興味があるって聞いて。そうなんですよ。それこそクレイジージャーニーで、やってましたね。そう、T シャツのやつやってて、超かっこいいなと思って、河合さんがいろんなとこ行ってるんで、ちょっとお願いして、ちょっと来させてくださいっていうことで。いや、もうだから今回は、もう僕は買わないんで。え、マジっすか。はい、もう僕ちょっとそれは荷が重いっすね。いや、言っちゃうと、先週このデニムをベルベルジンさんで買ってまして。あ、これいくらでしょ。100万です。いやちょっと待って、ちょっと待って、俺そんなにはこのチャンネルでは買わねえぜ。自分の方で買うぜ。いや、でもそのクッキーさんとね、そういいお値段ですよね。そう、あのクッキーさんの YouTube で、まあ、でもこれでもその25万とかのやつを買わせてはいただきまして。ってことはそれぐらいはいけるってことですね。いや、だから一応その一応使える額はちょっと下ろしてあれ現金派、現金でちょっと下ろしてはきました。これはもう、いや、だからちょっとマジで今日はでも何枚かは買って帰りたいなと思ってるんですよ。 T シャツが結構ヴィンテージのやつが置いてあるお店で、はい、こちらなんですけど、ワッツアップさん、ワッツアップさん、以前高円寺店の方は僕お邪魔して、あ、行かれてましたよね。あのデッドストックのやつだったりとか。じゃあ早速ちょっとマジで行きましょうか。マジで楽しみ。いや、これはその好きなものを、あって、サイズもあったら買うでいいと思う。そのなんか、そうですね、高いからいいってわけじゃないから。ちょっとだから値段は全部最後に見ましょうか。ああ、いいなって思って、で着て、あ、サイズが良かったってなってからの値段見ましょうか。おい、たけるくん、僕の YouTube でもラビットロケぐらいの声張ってる。いや、これ出てない方ですよね。まだ出てない方ですよね。これやっぱその YouTube とこの原宿に合わせてる方です、うん、あ、そうなんだ。もう出したらもっと出ますから。めちゃめちゃ出てる感じするけどね。じゃあ行きますか。はい、2階にあるんで。やーべえ、超楽しみ。うわー、楽しみ。 T シャツ以外もあるんで。あ、そうなんですね。はい、気になったやつ見ていきましょうか。あー、すげえ、もうすごい。お邪魔します。お願いします。すいません、こちらよろしくお願いします。すいません、店内に入ったんで声はちょっとでかくなります。すいません、お願いします。うわ、すげえ。あ、高円寺の時も、はい、あ、そうですね。あ、よろしくお願いします。すっごい説明がうまいので。うわ、最高。もうわからないことあったら。はい、ちょっと T シャツが一番、はい、ちょっとね、見たいんですよ、はい、もうあるんじゃないですか、気になる。いや、だから僕ちょっともう入って気になったのが、ちょっといいですか。はい、これパルフィクション。あー、はいフィクション、はい、ちょっと映画 T いいなと思って。あー、山内さん路線ですね。そうちょっとこれ可愛いなと思って。普通に可愛い、しかも状態いいし。そうですよね、うん、これもだからもうその当時のやつと。そうです、94年の、はい、当時の94年です、はい、見たことあるの、パルプフィクションは。あ、見たことないです。僕エンタメも全然触れてきてないので。あ、いいね、まあこれこの買ってから見ればいい。そうです、僕T シャツ先行で、うん、だから買ってから見ます。じゃあ一旦、じゃあすいません、ね、まあ、ありがとうございます。買う気満々じゃん。ちょっとね、マジでちょっと僕は買う気満々です、本当に。上にもこう、これ上は結構、まあ値段最後に見るんですけど、上結構スペシャルですか、はい、そうですね、今はちょうど今日撮影日が多分金曜日だと思うんですけど、はい、毎週土曜日が入荷日なので、あ、じゃあ明日入荷するよっていうやつが今上にかかってる状態です。だから、あ、これ明日入荷するやつなんですか。そうですね、これだから僕が先に買っちゃえば、そうですね、その今日のインスタライブ見てたお客さんは買えない、買えないっていう。芸能人ですよ。芸能人ですね。河合さんの YouTube 様々だわ。はい、なりますので。だから僕、はい、そのクレイジージャーニーで、その全部クレイジージャーニーなんですよ。すみませんが、すみません、ごめんなさい。影響力だな。めっちゃミーハーで、すみません。要は公式が出してたやつと、はい、要は公式じゃないのが出してたやつ、あのファンが作ってたのもある、当時もあって、はいはい、公式じゃないやつも全然高くなってた。そうですね、ものによるんですけど、本当基本的にいわゆるブートって言われるやつなんですけど、うん、そうだ、ブートです。ブートの方が高いものが多いかもしれないですね。あ、そうなんですか。これは公式なの。そうですね、こっちはオフィシャルのアイテムになります。だからなんかその街で、例えばサンフランシスコでライブやるってなった時に、その街の人が作るんですよね。そうですね、中に入れない人のために。そうなんですよ、中に会場の外で売ってる、そうそうそう、バナナさん
あるじゃないですか、はい、日本でも多分あると思うんですけど、 ああいうものが偽物なので売ろうとしていいデザイン作るんですよね、うん、はいはいはい、雑ながら、はい、なのでやっぱかっこいいの多いんですよ。なるほど。でかといって別にブートでダサいやつだったらそんな高くない、うんうんうん、まあ、やっぱりかっこいいものが多いからどうしても値段が高くなる。あとボディが良かったりとか、ね、そうですね、良かったりしますね。ボディがいいっていうのはどういうことですか。ボディこの T シャツ、そうですね、 T シャツの元のボディですね。素材なんだ、はい、うわぁ面白い。よくあります、物によるんですけど。今日着て帰る、ぜひ。あとあの今日の格好今日の格好があのほとんど一緒。そうなんですよね。そうだから僕も最近このシャツインを覚えたんですよ。タックインね。そう、はい、なんですか。タックイン。タックインね、うん、タックインが俺も最近覚えたから。いやでもやっぱ先輩なんで、やっぱその、いやいやいや、その服に関しても先輩なんで。いやでも俺もそんな詳しくない本当に。聞いてもらって。はい、気になるやつを。ゼルダとかもあるんですね。ゼルダもありますね。本当だ、いいね。それもアメリカのウォルマートっていうところから出てるやつですね。え、これは日本で作ったやつじゃないじゃないです、じゃないです。すいません、僕が唯一見たことある映画、うん、洋画でありました。何何チャッキーです。あれなんですか。はい、僕が唯一見たことあるチャッキーはあるんだ。チャッキーはあるんですよ。ネットプレイだけ見たことある。うわぁ、めっちゃいいなこれ。チャッキーの T シャツは後発で出てるものが多いんですよ。英気当時のものが結構少なくて、これは当時のしっかりとしたプロモーションのやつで数が少ないです。ちょっと俺から提案しといてあれですけど、値段見ちゃダメ。いや、ダメダメダメ。じゃあ僕の、僕の、僕リアクションで、リアクションで、はい、チャッキーやばいな。お、いや、ちょっと待って、その一回収入だけ聞いてみて。そこで、そこで今の、そこで今のリアクションを帳尻合わせるんで。いやだって、まあね、しますよね、まあ、そうですね、うん、はい、それしますよねか。超貴重なものだもん、はい、特にそのムービー T シャツの中でその値段の設定というか、はい、分かりやすく言うと、特にあの例えばさっきのパルプフィクションとかで言うと、はい、クエンティン・タランティーノ、うん、はい、監督がやってるんですけど、彼の作品は全て高いです。はい、監督で高いんですか。あれはもう基本的にもう映画が全部カリスマ的にかっこいい。へえ、そうなんだ。かっこよかったり、高かったりします。で、はい、その次がいわゆる、まあ、サイコスリラーとか、やっぱそっち系、こっち系、ね、ホラーだったりとかは、ホラー系高いんですか。ホラーは基本的に高いので、いや、これやばいな。なので、それなりのお値段をします。めっちゃかっこいい。え、ごめんなさい、あの高い T シャツってどうやって洗ったらいいんですか。どうやって洗ったら、シンプルにさ、どういうこと。普通に洗濯機回していいのかどうかっていう。回していいと思います。はい、それはおしゃれ着洗いですか。いや、僕の場合は基本的にもう普通に洗っちゃってますけど。普通に。あとよくあの古い T シャツって首が伸びてて着づらいのないですか。あ、あります。ああいうのは熱湯をかけてあげるとここが縮んでしっかり形戻ってくる。うわ、最高な情報。自分でやっぱりこう自分の形に合わせてやった方が。でもやっぱそのアメリカ製 100% とコットンだから、コットンだったら残ってるのが多い、はい、なるほど。昔からだからちょっとよれにくいってことですか。そうそう、あの傷みづらいというか、ちょっとやっぱアメリカの洗濯機の使い方がえぐい、乾燥機の使い方がえぐいので、それに耐えてきたわけですね。そうですね。じゃあ相当視線を、ね、ちょっとこれいいですか。はい、キープ。じゃあ、はい、直についてる。いいよいいよ。いやだから、いやこれも知ってるんですよ、時計仕掛けのオレンジですよね。ああ、いいじゃん。そう、それもなかなかよ。ねえ、なかなかっすよね。このデザインは本当未来のデザイン。あんまないんすね。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。うわ、トイストーリーとかもいいな。あ、トイストーリーも、だって今そうですね、はい。ちょっとこれもいいですか。すいません。特に本当あのディズニーの T シャツは映画のものが多いんですけど、うん、実は一番人気なんです。へえ。ウォーリーだ。うわ、めっちゃいいな。懐かしい。うわ、懐かしい。ウォーリー超かわいいっすね。これ探さなくていいウォーリーじゃん。確かに。ウォーリー、あ、でも違うんだ顔が。そうなんですよ、もうこれしっかりしてます。全部顔が違う。はい、ちゃんと一人しかウォーリーいないっすね。はい、はい、これだから、タケル君買ってさ、はい、丸つけていい。絶対にダメですよ。やめてください。図書館とかのウォーリー、いました、いました、ね、丸するやつね。でも飲み会とか行ったらね、最高っすよ。これどこいると思う。確かに、ね、ちょっとポジション的にも楽しいと思います。ポジション的にも楽しいって、なるほど。大ヒントっすね。右か左かどっち。なるほど、なるほどね。行くね。いや、ちょっと一回、まあまあまあ、横にニルバーナもあるし、このニルバーナクレイジージャーニー出てたの。
あ、ロングスリーブが。そうっすよね。これもやばいね、みんな。これデベコなんですよ。値段が、うん、そう、うん。基本の、これフィニューテロックスなんですけど、やばい。基本のやつでだいたい20万から25万ぐらいだと思う。はい、なので、これは難しいので、2倍の値段。すごい。55万。あ、50万に消費税。はい、55万に消費税。55万。いいね。でもかっこいいよ。ジブリアンです。もののけかっこいい。本当だ。あ、これも海外で作られたやつと。そうです。はい。伝説もののけの海外企画です。伝説もののけ。デルタのタグで作る何種類かあるんですけど、中では僕は個人的に一番好きなタグです。デルタタグ。はい、すげえな。これに驚いてた。今日は付き添いみたいな感じなんですね。でもちょっと1個だけ気になるのがあるんだよね。ほうほう、いい、全然見たいけどロケだから。いいよいいよ、全然自由に動いていいよ。だってロケじゃないじゃないから。マジっすか。これめっちゃ可愛い。あ、かわいい。いいですね。はい、いいっすね。80年代のアディダスのスポーツバッグですね。めっちゃ可愛い。今日その時のやつや。ほらもう良くない。いやいや、いいやん。いい意味で、いい意味でね。でもそういうその頃の昔のってことですよね。その頃のやつめっちゃいいよね。持ってたもんだって、こういうさ、ああいうのもあるんですね、映画って。メインブラックとか。そうですね。エルム街の悪夢。あの、大体そうです。はい。これつけたってこと。誰か違います。この辺は撮影のクルーのものだったり。うわ、すげえ。T シャツに比べてもやっぱ数が本当に出てこない。超貴重じゃん。だから内側の人たちが着てたってことですよね。っていうものが多いです。あれ、ラビットパーカーと一緒ってことか。一緒にするな。なんかやだ。なんかやだ。鬼撤収。あれがでも30年後ぐらいってことですよね。そうそう。あ、でも似たようなそういうノリなるかもしれない、もしかしたら。これがそういうシリーズとかですか。そうですね。ジャネットも、このジャネットジャネットやば。ジャネットジャクソン。ジャネットジャクソンですか。そうです。やば。ジャネットの93のワールドツアーの時にスタッフでいた方から直接買い付けた。ええ。やつです。すごい。じゃあ絶対本物ってことですよね。そうです。置いといた方がいいやん。絶対。確かに。これはジャネットジャクソンの。かっこいい。ちゃんとエンターテインメントのパッチもついていて、まあジョンから買い付けたんでそのままジョンになってるんですけど。やば。そう、オリジナルになり。まあ、なんかまあ、バグってきてるわ。順調にバグってる。これ怖いか。これしかもタケル君サイズじゃない。着せてあげる。いや、ちょうどじゃん。あ、いいいい、めっちゃいいなこれ。やっぱ2つそこに並んでるのもわかると思うんですけど。いや、めっちゃかっこいいなこれ。やばっ。うわ、超かっけえ。説明してるから。あ、ごめんなさい、すいません、すいません。いや、でもめっちゃ似合う。うわ、これ着るんじゃなかったな、マジで。これやばいっすね。本当、もうすごい、この袖がレザーじゃないので。そうっすね。だから、着やすいのですよ。まあ、どうしてもスタジャンって。そっか、袖がそうです。ダラ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 の血みたいな。古いやつだと、こう、ちょっとだったら着づらいんですけど。あれ、オールベルトぴったりサイズ、超ぴったり。そうですね。いや、これマジで着るんじゃなかったな、マジで。ジャネット・ジャクソンは知ってます。ジャネット・ジャクソンはもちろん知ってます。知ってる。知ってます。好きとかではないけど知ってます。よかった、知ってるから。よかった、知ってます。超かっけえなこれ。ジョンが綺麗に保管してたんですね。そうですね、そういうことになります。ジョン、ありがとう。もう買うやつじゃん。ジョン、ありがとう。いいな。ぜひご検討ください。険しい顔してる。で、これもう全然 T シャツじゃねえ。これはだから明日来たらもうないかもしれないからね。いや、そこなんすよ、出会いなんすよね。紹介していただけるならもう、あ、そうですね、確かに。むしろ動きやすくなると思う。ほんとだ、ほんとだ。うわー、えぐっ。え、なんで俺に着せたんすか。いや、サイズが合うなと思ったし。いや、マジで。だし、あれぐらい買った方が面白い。いや、マジだって。バグってるから、もう今俺がバグってる。マジで、めっちゃ良かった。100万の男やから。そう。確かに、バグってる。今、下半身100万だから。100万だから。下半身100万。下半身100万だから、今。ちょっと、T シャツバーッと見ていいですか。見よう、見よう。ちょっと見ていいですか。いや、ちょっとマジでジャケットエグかったっすわ。モスラとゴジラだ。東映だ。
ングストーカー。今 T シャツ見ながらずっとジャケット悩んでるやろ。いや、ジャケット悩んでます。すっげえジャケットがすっげえ良かったです。お、これストーンズじゃない？やっぱりローリングストーンズだ。いい。サイズいいし。かっこいい。かっこいいよね。ストーンズ。ストーンズ T シャツ。うわ。これ絶対サイズいい。先輩が動き出した。ああ、かっけーっすね。めっちゃ良くない。サイズ完璧じゃないですか。完璧ですね。はい、ハーフだと思います。ほら。89年違う。見てよ。はい。見てよ。チャンピオンズ張りの。見て。見て。ああ、めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいよね。あ、ローリングストーンズ。ローリングストーンズ。ああ、ベロのやつですね。そう。今それで。いや、だって下100万の男ですか。100万を買ったからじゃん。そんな。ちょっとその。いや、何渋ってんすか。いやさ、お店の方いる前で言うことじゃないから、はい、節約しないと。確かに、店の中で言うことじゃないですね。いや、でもこれめっちゃいい。サイズ感もいいし、うん、超かっこいいです。しかもこのデニムに合う。めっちゃ似合ってますね。河合さん、その色のフェードしてる黒好きなんよね。好きね。これ大きい。大きいけど、これかっこよ。それはテストフィーリング。すげえ、何それ。アイテムでめっちゃかっこいい。プリント屋さんから大体出てくるんですけど、あの試し刷りですね。へえ。だからこの版を作るのに、あのどういうプリントの乗り方するかを毎回試すんですよ。だからカラーが入ってたり入ってなかったり、面白っ、枠のプリントが少なかったりとか、ちょっと面白いアイテムが。じゃあでも本当にもうこれは出てこないってことですね。そうです、これ1枚しか存在しないってことですね、この世の中に。しかもフルーツなんだ。そうですね、これまで2001年頃のアイテムなので、フルーツの2枚タグなんですけど、ステッチはダブルになります。めちゃめちゃ状態いいよこれ多分。うわこれとかさ、そうですよね、アルファロメオすごくないですか。すげえ。多分セブンティーズですね。このちっちゃめの感じ、このかっこいいっすね。あの頃のヒデがさ、私服でこれぐらいのサイズ感できてましたよね。わかります。ヒデも古着だからめっちゃ。あ、そうなんです。ロケットタイプとか、あれは衣装だけど、私服とかはもうちっちゃめの、へえ、そうそうそう、じゃあジャージ着て、下に古着なんだ、軍パン履いて、古着の横須賀のドブ板から育ってるから、あの辺でそういう軍物系。メンタのものが集まれば違う。そうなの。なるほど。はい、では、はい、何枚か4枚4枚選んだので、はい、着ていきますか。着ていきます。まだ値段見ずにね。見ずに着て、うん、とりあえず出てきます。ジャネットは買うでいいんだよね。ジャネット買うじゃいいじゃいいだよね、じゃあね。彼女じゃ。でもマジで俺ジャネットは着て、うん、もうサイズ感がちょっと最高すぎて、ね、ちょっとジャネットは最後に決めさせてください、うん、じゃあ T シャツ着ながら、はいはいはい、ちょっとじゃあ着てきます。ナオンさん、今の4つはあれですか、はい、あのバランスとしてはなんか例えば1個高いのがめっちゃあるとか。ああ、でも安いのがないです。シャカちゃんみたいなタイプ。俺の体みたいなタイプ。はい、まあ、っていうのは冗談で。あ、冗談で。あの、まあ、でも映画の T シャツの中でもそもそもヴィンテージだから。そうですね。確かに、いいものをピックしてったな。そう、なるほど。やっぱりこう、うちのお店ある意味なんですけど、はい、安いのもあれば高いのもあるんですけど、うん、はい、どうしても見た目いいものは。まあ、ね、結局そういうことなんですよね。そうですね。で、やっぱいいところを選んだっていう目の付けどころがいいと、はい、そういうことだと思います。極端にバンって高いのが1枚入ってるとかではないですか。あ、でも2枚まあまあですよ、ね、うん、で、はい、あ、でもまあそれなりです、まあ、でそれなり、まあでも気に入ったやつで、はい、こんこんチーズみたいな色してるお腹が。 OK です。起きた。じゃあいきましょう。1枚目は何かな。いきます。はい、こちらです。じゃじゃーん。おお、めっちゃサイズいいじゃん。めちゃくちゃサイズいいですね。はい、完璧ですね。パルプフィクション、はい、超かっこいい。あ、めっちゃいいよ。パルプフィクションの T シャツはウィンターランドっていう会社から出てる T シャツなんですけど、はい、どうしても少しこう生地感が薄いので伸びてる T シャツが多いんですよ。なるほど。でもこれ全然あのかなりいいサイズで、めっちゃいい。なるほど。でやっぱりこのユアサーマンのポスターのデザインなんですけど、これかなり秀逸で版が大きいので、でかすぎる T シャツで着るよりは少しこうストンとこうしてるよ、ストンと、はい、の方がやっぱこの
デザインが目立つので、確かにかっこいいですね。ユマサーマンは初めて聞いた。ユマサーマンは初めて聞きましたパルプフィクションまでですはい、OK です。よいしょ、2枚目お願いします。はい、ゴーリーです。かわいいですね。これも似合うな、サイズ完璧だな。ちょっと背中のところちょっと引っ張られちゃってるんであれなんですけど、そうですね、だ先ほどのものに比べてやっぱりこう少し小さめ、そうですね、ちょっとタイトめです ね、 そうですね。あと生地感が薄いので、確かに個人的にはさっきの方が、はい、サイズも合ってるのかなと思います。でも確かにタケル君ちょっと緩いぐらいの方が似合う。そうなんですよね、うん、ちょっとダボットぐらいの方が着やすいし、なるほど、 OK です。はい、OK です。はい、3枚目、はい、お願いします。こちらトイストーリーです。おー、いいサイズですね。サイズ感めっちゃ好きなんすよ、これ。これいいですね。いいですね。デニムに合ってますね。合ってる。超いい。デニム履いてるんで。あ、そっか。それも含めて。なるほど。はい、合ってます、ね。なるほど。しかもこの2人が書いてあるって最高じゃん。いや、めっちゃいいっすね。でもこれ確かワンデー の、 あのプロモーションの T シャツで後ろ見てもらうと日付までしっかり入ってるやつですね。あ、本当だ。1999年に書いてある。これ何種類かあるんですけど、バックプリの、ね、デザインが違くて、へ結構珍しいやつです。あ、そうなんすね。プロモーションのやつですね。1999年の11月20日、嵐のデビューに近いね嵐のデビュー99年11月だから、それめっちゃ似合ってる。これめっちゃいいっすね。似合ってますね。だってさ、そのバズとさ、ウッディが2人写っててさ最高じゃない。これタックインしたら超かっこいいかもしんない。めちゃくちゃいいと思います。所さんと唐沢さんが並んでる T シャツみたいなそうですね、はい、本当にそういうことっすよね。すごい T シャツだよねはい、OK です。4枚目、はい、お願いします。ジャッキーです。お、もういいサイズだと。いいんじゃない。サイズ感的には悪くないよね。後ろかっこいい。そう、後ろがね、後ろがめっちゃかっこいいんですよ、これ。でやっぱりあのチャイルドプレイ自体古い映画っていうのもあって、ワンダともう80年代がっつり入ってきちゃって、キリンサイズのものが出てこないんですよ。なるほど。これ2っていうのもあって、ちょうど90年なんですけど。90年前半、はい、もうジャストだったと思います、はい、それも含めて。なるほど。古いんですけどキリンサイズで出てくるっていうのはすごいいいことです。確かに、どっちも入れても入れなくても。そうですね、うん、一回自分のに戻った方がいいですよね。戻っていいよ、はい、そうか、もう買うやつ来てズンって出てきてもいいよ。確かに、そうしましょうか。どっちでもいいよ。あ、え、買うことは決めたの。はい。あ、お、決めたんや。え、値段見ずに。そうだ、値段見てねえよ、俺値段見てよ。めっちゃ危ない、やばい、危ない、びっくりしました。びっくりしたよ。値段見てなかった、危ない。あ、言わなきゃよかったか。そうかしら。中で見て買うと決めたやつを着て出てくる。じゃ、何も買わない場合は、何も買わない場合はじゃあ、あのさっきの胸にこれ、それで出てきて。チーズボディ。いや、それだったら俺それで出たい。そのこっから出るんだ。そう。そうね、でも、はい、あるんだ。あります。はい、はい、欲しいのはある。欲しいのあります。本当に欲しいやつ。その欲しいやつの値段中で見て、はい、リアクションだけください。あ、わかりました。そうね。はい、そうね、うん、あの無理せんでいいからね。了解です。多分ね、本当に。一枚やばいやつあると思う。値段見ます。はい、はい、ほー、なるほど。あ、お、いけるってことか。なるほど、なるほど、 OK です。決まりました。はい、はい、では決まった T シャツで登場お願いします。私が買うのはこれだ。おお、おおおお、トイストーリーです。おおおおおお、やっぱサイズ感がと、この可愛らしさ、はい、が一番好みでした。タックインでもいいしね。タックインでもいいし、うん、一番ぽいぽいものを選んだと思います。いや、すごい良かったっすね、はいはい、可愛らしさもやっぱタケル君あるからちょうどいいかもね、うん、いや、で、まあそのいや、もちろんいいお値段ではあったんですけど、その自分が思ってたよりの感じでした、うん、あ、本当ですか。そうです。ちなみにおいくらですか。66,000。そういうのは簡単にポンって出せる。いや、違う、そのやっぱさっきのジャネット・ジャクソン見てるんで。確かに、そのバグっちゃう。ジャネット・ジャクソン見てるんでバグってんすよ。ちょっとね。確かに。初ヴィンテージ T シャツ。初ヴィンテージ T シャツ。めちゃめちゃ嬉しいです。めっちゃ嬉しい。今日着て帰る。あ、出ます。じゃあ他のやつもちょっと値段ちょっと見ていいですか。はい、一個一個。じゃあチャッキー。そう、チャッキーもね、迷ったんだよな。こちら、ん、11万
ホラー系のものは比較的高いです。いいね、なるほど。で続いてウォーリー、ウォーリー、はい、ウォーリーね、すげえデザインは良かったね。サイズ感がちょっとねーって感じだったんですよね、はい、お値段こちら33,000円。トイストーリーの半分です。そうですね、そのバグってますね。そうですよT シャツで33,000円、まあいいお値段ですよね。いいお値段。そういや、デザインは超良かったんですけど、はい、サイズ感がもうちょっとオーバーだったら、そうですね、すげえ良かったなと思った。やっぱそれはちゃんと、これはもう一発でかいサイズ のタグで付くものもあるんですけど、はいはい、そうなると大体うちの店だと38,500円とかちょっと上がるんで、ああ上がるんですね。もう売れ残ることがない。なるほど、すぐ売れるっていうイメージです。で最初に選んだアルプフィクション、ね、はい、こちらおいくらでしょう。ズジャジャジャン、20万。20万。はい、それやっぱ貴重だから、もうちょっとなんか言ってくださいいや普通に着させすぎですって。いや、まあ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 、もうちょっとなんか言わないと。いや、まあ、でもエンタメ性としては最高だった期待値はあったんですけど。いや確かそうっすね。でやっぱ最初来た時に本当にすごいお似合いでしたし、いやそうっすね、非常に良かったんですけど、もう一個今悩んでるんですよ、はい、もう一個ジャネットを買うかチャッキーを買うかで迷ってます。あー、おー、いやこれがね、所さんと唐沢さんの上にジャネット、所さんと唐沢さんじゃないですよ声優なだけで、ちょっとそれ言われるとなんかやめてくださいジャネットを買うか、全然値段違うよ。いやでもちょっとね、ジャネットはちょっと来た時のフィット感が、一番リアクションはでかかったね、ちょっとね、やばかったんですよ。この上から一回着てみるか、いいですか。で、ジャネットじゃない、ジャネットを諦めるんだったらチャッキー、チャッキーを買おうかなと思ったんですよ。チャッキーいろいろ話聞いててテンション上がってたもん。いや、そうなんですよ、本当にチャッキーも出ないんですよ、はい、でも、ジャネットも出ないですよ、多分でも、俺本気で出ないんだ。いや、マジで、でも俺、チャッキー着てて思ったのが、チャッキー着てジャネット着たら超合うんだろうなそのこの丈感と色味と、これの丈感がめっちゃマッチするなとは思ったんですよ。確かにね、チャッキーでもこれでも合う気がする。これでも多分大丈夫だと、はい、思います。あ、いいよ、もう、あ、いいね、これ。いや、もう、もう、いや、マジ、ジャネット。いや、もう、古着知ってる人よ、これは。いや、そうっす、ちょっとごめんなさい、鏡を借ります。結構、こう、古着屋さんからすると、これは振り返る。かっこいいですよね。一枚ですね。これ振り返れない人は、ちょっと古着屋さんやめた方がいい。お、ぐらいのレベルのやつってことですよね。いやー、やっぱ似合うな、ジャネットな。ジャネット、めちゃくちゃちょうだよな、サイズ。いや、マジでね、ジャネット来たし、いや、マジで、来た瞬間ってあるんですね。来た瞬間に、あ、これだ。これだって思っちゃったんですよ。それ初めて？マジで、こんなにこれだって思ったの初めてぐらい。ちょっとジャネットが。俺はだからそれを今、古着に抱かれるっていう。なるほど、俺今古着に抱かれてる状態なんですね。大店ってね、抱かれてる、抱かれてんだ。なるほど、あ、めっちゃいい。いや、いいじゃないの、いいじゃん、これでこれはいいじゃん、いいなマジで、うん、ちょっとなんか風魔に見えてきた。俺が、そう、菊池の風魔さんに見えてきた風魔っぽい俺がっすか、そのオーバーサイズの感じで。どうする。でもこれは本当に大きい買い物だから、ちょっとごめんなさい、ちょっと悩ませてもらってもいいですか。タバコ一本、はい、タバコ一本もらっていいですかちょっと一回もらっていいですか、はい、いいね。オッケー、お、決めたっす。決めた。もうあんま興味ないわ、ちょっと河合さんごめ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 ん、あなたの YouTube で後輩が一斉時代なんですよごめんなさいごめんなさい、決めました。決めたっす。え、まず値段もう一回確認していい？値段見た？見ました。それはちゃんと覚えてます。275,000円。さあ、こちらのジャネット・ジャクソンのスタジャン、買いますか？買いま。買います。やばちょっとね、マジでフィット感がもう忘れらんなくて、買います。ありがとうございます。ちょっとごめんなさい、これは買います。もうこれ僕のなんで、どうやってもいいですよね。どうやってもいい。
マスターズみたいになってるかけてもらってちょっとねサイズ感とフィット感とこの渋さかっこよさ今年の冬の楽しみができたねいやマジで今年の冬早く来ねえかなと思いますもん夏前ですけどまだいやそうなんですねちょっとでも、はい、やっぱ一点物っていうのでこれ YouTube 出ちゃうと絶対来る人いるからそれこそ今の時期ではもしかしたらみんなちょっと悩むかもしれないけどそうなんですよ秋ぐらいになったら多分いやいやもうそうですよ、ね、そうそうまさにそういうことだと思いますちょっとこれはちょっともうあの他の人の手に渡りたくないっていう気持ちが強かったっす、はい、ありがとうございます値段とかじゃなかったっすもうこれに関してはこれでじゃあこの2点、はい、この2点買わせていただきますありがとうございますいや男見してもらいましたいやすみませんありがとうございますありがとうございますちょっとこれは無理でしたうん、6万6000円で34万と1000円になります34万と1000円頼むねありがとうございますしますありがとうございますいやー買いましたね買いましたねいい買い物でしたいいいやちょっとマジでそのいい買い物だったって思えてます今いい買い物で間違いないすごいちょっと相方に聞いてみるあ、電話して。ちょっと報告します。報告とか、まあ、ケチなんでしょ？超ケチです。え、翔吾くんはケチなの？むちゃくちゃケチで、しかも服が一番ケチです。ああ、普段ケチはそんなこだわったりしない。もうファンの方からいただいたものを着るか、もう奥さんが、まあちょっとどっかで買ってきたようなもの。用意してくれたやつを。あとはもうジム着。あー、もうトレーニングウェアしか着ない。何て言うんだよ。出るかな。もしもし。はい。あ、もしもし。はい。一着。あの、はい、服一つ一着。はい。27万円の買いました。はあ。これふざけんなよ。なんだその薄いリアクション。ね、だ。勝手にしてくれ。ふざけんなよ。あ。翔吾くん、はい、あの、河合文人です。あー、翔吾です。お久しぶりです。お久しぶりです。おめでとうございます。優勝。あ、ありがとうございます。優勝嬉しいです。ピチンク。あれ、翔吾くんになんか買ったみたいです。違いますよえ、27万の服を優勝と結婚祝いで。あ、マジですか。ご祝儀も10万もらったんですけど。あんま言うな、ガク。あんまご祝儀の額言うな。渡した額ちゃんとあげてる。ちゃんとあげたんで、僕だから本当はマジでその先輩の結婚式とかもあったんで結構使ってる。今月やばいんすよ。え、それ自分の服なの？それ本当に。もう本当にそのジャネット・ジャクソン分かる？あのマイケル・ジャクソンの娘さん。娘ではないんだ。そうね、妹。妹ジャネット、そう、ジャネット・ジャクソンがツアーしてた時のツアーの、スタッフジャンパーみたいな、うん。ジャネット・ジャクソンが着てないの？ジャネット・ジャクソンのスタッフが着てた。それは27万もするか。うっせえ、黙れ。もう切りましたこいつとは話が合いません。あ、こいつとは話が合いません。なんだこいつマジで。でもなんかずっと正論言われてる感じがなんか今俺我に返りそうでかわいたちチャンネル登録よろしくね。